はーい、 VR 荒太郎です。今日はですね、先日チュートリアルで終わってしまったビートセイバー、これをちょっとキラスクエストでやってみたいと思います。というのも、この、ビートセイバーはですね、オキラスリフトですとか、まあ、PSVR とか、まあ、非常に大ヒットを飛ばして、このクエストはもうクエストで、多分一番売れてるソフトじゃないかなと思うんですけれども、非常に楽しい、まあ、音楽と、リズム、それから、まあ、あと体を動かすと、非常に結構な運動量になりますので、まあ、別名、VR のエクササイズソフトというふうに、言われております。まあね、こうやって持つだけでも、手を振るだけでも大変なんですけど、結構動きが複雑な動きをしてくるので、非常に楽しいと思います。2つ持ってやってみたいと思います。それではご覧ください。それではビートセイバーやってみたいと思います。今まで結構デモ版を使ってたんですけども、実は、リフトで買ってたんですけども、これはクロスバイがないっていうことですので、またクエストとしても買ってみました。で、これ多分最初なので、なんか出てくると思います。これね、アグリ、もうアグリですよ。はい。コンティニューで。で、これはもう当然今ソロですね、ソロプレイ選びます。Wait, wait, save by yet. まあ、いや、チュートリアルはいらないです。はい。で、これの、なんかね、選ぶの難しかったんだよね。最初のオリジナルサウンドトラック。最初、どれを選べばいいんだ？まあ、一番上のやつ選ぶ。はい。で、プレイ。おお、なんだこれは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 、上に親がいるということで、もう一つやってみましょうか。ビートセーバーの
まあ、これ標準ってかよくあるやつかな。はい、どうもお疲れ様でした。ということでいかがだったでしょうか。非常に楽しいですね、汗もかきます。体も非常にポカポカ、もう暑いですけどね、ポカポカしてきてですね、まあ、こんなに VR が楽しいっていうのはなかなかないんじゃないでしょうか。まあこれのまだちょっと私もまだまだ初心者ですので、これからもっと毎日これをやって体を鍛えていきたいと思います。この動画が面白いと思った方はぜひいいねマーク、またはコメント、そして、このチャンネルをフォローしていただければ嬉しく思います。それではまたお会いいたしましょう。 See you!